分の世界が広がっていく。そんな毎日を過ごす人が一人でも多く、そんな心が一つでも多く増えていけば、いくつもの思いがつながり重なり、大きな輪になって広がっていくだろう。私たちが目指す世界はそういう世界だ。前松田。生き生きと生きる人が世界中にあふれている。私たちが走る道の先。